すみません、失礼しました。本日は、尿気症学会学部賞の授与、誠にありがとうございました。推薦いただいた、あるいは選考いただいて、かかっていただいた先生方に、厚く御礼申し上げます。今日ご紹介いただいた、業績は私一人で出したことではありません。モデルの開発や原料化、あるいは予測症、研究の行動に、指導くださった方々、あるいは、一緒に、取り組んでくれた、気象研究所や土地岡の皆様に、改めてご礼申し上げます。今日の話ですけれども、ここにあるような内容、3つの内容で話そうと思います。それで、このうちですね、最初の気象研究所での非正規客モデル開発については、2000年の気象学会賞受賞の時に詳しく話していますので、今日はすごく簡単にのみ、紹介します。で、どうしてもここの、数値化での非正規客モデル原料化についても、スライドが多くなってしまって、割愛しなきゃいけないものもあるんでしょうけど、今41枚って言って、ちょっと、急ぎ足になっちゃうかもしれません。で、その結果は、ちょっと、ここの気象研究所での予測、気象予測研究、ここもですね、それぞれテーマがあって、それぞれのテーマでお話ししちゃうことがすごくたくさんあるんですけども、ちょっと、触りになってしまうかもしれません。まあ、さらにここだけの時間はちょっとだけ残るとか。まず、最初の部分ですけれども、私は1988年に、数値岡からの二宮先生の、出会いがあって、気象研究所に移動させてもらいました。で、まあ、当時、養老研究第一研究室で、井川幹夫さんが、政治学モデルをやっていて、まあ、井川さんについて、まあ、モデルのことをやることになりました。室長は近藤弘樹さんで、気象大学でもモデルのことをいろいろ自己紹介いただいていた方でした。で、まあ、その時に、山下さんのことを やってみたらどうですかという話になったんですけども、まあ、井川さんはもっぱら二次元の周期境界条件で実験をされていて、まあ、解放境界条件でやると、どうしても境界に、上昇量が不自然なものが立ってしまうということで、まあ、その辺まず海洋境界条件の考えをチェックするところから、始まりました。それで、まあ、モデルにいろいろ不安定が起きるということで、まあ、いろんな手当てを随分入れました。まあ、で、まあ、一つはあと、ですね、大量モデル用にクレンプ・ウィルヘンソンのランニングモデルが入ってたんですけども、ね、まあ、長さスケールの安定度依存性を持たせて、BS、安定性相当の BS でも使えるようなディアログの、ジャンルスキームを入れたり、しました。それで、気象庁で当時、全国用技術検討会資料というのがあったんですけれども、まあ、今でもあるんですが、まあ、そこに一般の現場の人はほとんど読んでくれないんですが、毎年、モデル開発についての、話題提供を書くようにしていました。で、まあ、91年に井川さんと気象研究所の技術報告を、出した、ところでした。で、その年の暮れにですね、まあ、実はまだ技術報告最終稿の段階だったんですが、井川さんが前日までお元気だったんですけれども、急逝されました。で、まあ、この時の私の思いについては、92年の天気の会の広場に、書かせていただいています。で、これは井川さんとの共著論文、92年に天気に載ったものですが、3次元の地形を、に、非正規モデルを向かって、で、これ10キロなんですけれども、まあ、この領域に、別のモデルを同じ解像度でテスティングすると、まあ、全く同じ結果が出せますよということを、申し上げました。で、
で、あと92年にこれはもう数値実験ではないんですが、山越飛龍の定常会と非定常レジームについての論文会についての論文を書きました。あの93年の論文は、3次元の数値実験と理論的考察に関する論文で、まあ、自分が今までの研究生活の中で研究生活の中で一番いい論文を書けたと思っているのは93年の論文です。それから、まあ、熟練関連して山越飛龍の解説と転移に書きました。あと、91年11日に、9月にですね、リンゴ台風だったと呼ばれるようになった台風19号によって、四国電力の、大型送電鉄塔が倒れるという事故がありました。で、まあ、やはりこの四国の宝山脈北側の小野鹿田なんですが、まあ、これの時に、モデルを、まあ、当時の気象庁領域モデルであった JSM20 ネスティングして、2.5 キロでの、まあ、単次元データシミュレーションを行いました。まあ、非正規格モデルによる予測実験としては最初、日本では最初だったんじゃないかなと思います。で、まあ、こういう変更を用いては平田さんが来てくれたと申しました。で、まあ、この4つの論文をまとめて、学論文にしました。山崎先生に対応するようになりました。それで、あと、まあ、このモデルについて、それまで非断線の方程式系を使っていたんですけれども、まあ、マクラクターを完全な出形にするとか、それから質量仮読みを導入したり、まあ、連続式を構成ならどうこうですしたりというようなことを、して、まあ、できるだけ天気予報の使えるモデルに、したいなということをやったりしています。まあ、このモデルを開発後とか重視さず起こっているんですけども、まあ、今結構、財産になっています。で、この、モデルを使ってですね、1993年8月に鹿児島で起きた豪雨の予報実験に、適用しました。ジオフィカルマガジンという、まあ、今もうなくなってしまったように気象庁の部分の雑誌ですけども、まあ、左が雨ですで観測された、鹿児島で、なので右が、これは、10キロモデルの模型ですけども、まあ、日本では非正規格モデルに豪雨の予報実験をしてこれが初めてだったんじゃないかなと思います。それから、95年にですね、オーストラリアで、日円火星対流の国際共同観測研究、まあ、マクテックスというので、で、これに参加させていただきました。これはとてもいい思い出になっていますけれども、この時に、この、オーストラリアの北部準州にある島に発生する対流の日円火、まあまあ、ベナルレイ対流が発生して、島の中央で、海空が侵入することによって、積雲が、まあ、線上に、マージして、それで、深い海面変化するという、まあ、日変化を、まあ、1キロ解像度のモデルで、かなりうまくシミュレーションできました。で、まあ、この時の論文を、まあ、オーストラリアの方々と一緒に、まあ、スペシャルレビューに、出せました。この論文はかなり引用しているものがいる、論文
関する研究というものをやらせてもらいました。で、これはですね、初めてモデルが並列化されてきて、4濃度だけなんですが、3キロ解像度で吹き出し音も出しております。今、自分でもこういう映画を出て驚いてですね、松野先生も、感心してくださって、まあ、ニッカムを開発するという松野先生の強い指導のきっかけにもなったのかなと思います。まあ、これしばらく日本科学未来館に展示をしてもらいました。で、まあ、今ではこれ3キロなんで、ずっと1キロぐらいでもっと綺麗なウェイトさんのものを作ってしました。で、2001年4月に、気象研究所から、数値を蚊に移動しました。で、まあ、最初に、メソモデルグループリーダーとして、モデル開発、原油管のモデル開発になりました。で、2002年に、まあ、数値アンチョだったんですが、アンチョだったけど、まあ、こういうような、開発を続けてました。で、それはせざるを得なかったと思っています。で、今日はほとんどこういう話なので、他にももっといろんなことがたくさんあったんですけど、まあ、そっちの話はちょっと時間がないと思います。それで、まあ、これはちょうど私が、水上から来てこれをした時のシートですけど、当時、なんとか、平成15年末ですね、2013年度末に、当時の、10キロの、メソモデルを非正規モデルに勉強しましょうというような計画になりました。ただ、ところがですね、当時、大体10キロのモデルですと20秒の時間間隔でやっていたんですけども、MSM が、その前の MSM が、20分の計算が終わってたんですね。で、このままモデルを動かすと37分ぐらいかかるんで、25分以内に抑えなさい。同じ領域と同じ周期値と同じ分解なので、25分以内に計算を抑えなさい。ただ、雲星がすごく重たいので、実際はなかなか容易ではないんですね。で、まあ、そういうことで、とにかく、高速版雲星比較で、こちらのは山田さんの方がやってくれたんですが、タイムステップを伸ばす必要がありまして、やりました。で、まあ、このモデルでは、水平溶解の除菌解放をするモデルで、時間スプリットをしながら、水平方向には、小さなタイムステップで UV を解いて、次に WP を解放するというものです。で、例えばその、20秒でやっていたものをですね、30秒に、タイムステップを伸ばして、まあ、メソモデルの領域で動かすとですね、こういうその、例えばこれは、毎日実験をするようになって、すぐは比較的すぐの6月ですけれども、こう冷たい温室から海の上にこういうバタバタした、こうやっていきます。で、これは当然のことながら、重力波で、ブラッドバイサーが沈むというよりも、大きなタイムステップは取れないわけですね。それで、まあ、まず、重力波を何とかしないといけないということで、まあ、鬼の基本まで直医療の方を、小さなタイムステップで、評価するということをしたんですけども、まあ、まあ、医療法学学形式になっているということで、まあ、フラックス形式の流行をそのまま用いるとして、大きな時間刻みと小さな時間刻みの間の基本倍直流を評価するというようなことを、しました。で、まあ、重力波についてはいったんこれで、判定ができたということで、まあ、毎日の実験を繰り返しているとですね、今度秋口になって風が強くなってきたときに、まあ、こういうところに気圧が乱れがありました。で、まあ、最初小さなタイムステップを、まあ、より小さくすることで対処してたんですけども、まあ、11月になってモデルが落ちたということで、まあ、一旦加藤さんが気象研究所にいたときに開発してくれていた医療補正を適用することで、まあ、なんとか、この検査、詳しいは回避できたんですけれども、もっと秋に
で、まあ、40秒でもなんとかいけるかな、40秒ぐらいすると、なんか計算時間24分ちょっとぐらいで終わるかなというぐらいのところでした。ただですね、やっぱりまだ風が強くて、メイドラーゲットケースもあると、重力が安定から十分じゃないケースもあるということで、まあ、結局その AE の基本バイエンチョビューだけをスプリットするんじゃなくて、理由をスプリットすることにしました。でただですね、計算時間をなんとか抑えないといけないということで、この基本的な理由にはさっき言った理由補正になっているんですが、ここがかなり重くてですね、小さな関節全部を理由補正をかけて計算する余裕はないということで、まあ、リプロの後半だけを、二次制度で、補正するということをして、プラン制だけは開始するという、まあ、やってをします。まあ、それで一応それでですね、まあ、こういう不安定みたいなものがなんとか、解消して、計算時間的にはなんとか収まるようになるのが分かりました。ただまだ問題がたくさんあってですね、一つはですね、気圧が上がってしまうということがあります。これはRSM に、ネストした時のモデルですけれども、18時間の積分で 1.2hPa の気圧が、上がってしまった。で、まあ、これがどうして上がったということですけれども、まあ、でも側面境界物理過程行政のスキームの問題ではない。ただもう最初の数ステップで気圧が上がるということで、なんか計算式の保存性とかそういう問題ではない。で、その延直に水平インクリシストですと起きない。で、その時に、まあ、こちらのモデルはさっき完全出現した時に、浮力を3つの施設とか直接計算するようにしてるんですけど、こちらの、スプリットのモデルの応援接続から計算してました。で、こちらでも応援接続から、計算すると同様の気圧上昇が発生することを検証しました。それで、何が問題だったかというとですね、まあその、この浮力の方をどう見積もるかなんですけども、普通はこう応援接続で、見積もって、その分ですね、気圧の接続をもう一つこちらの方につけるわけです。で、まあ、これは普通の、男性の方程式の場合は絶対なんですけども、その延直インクリシストの、大方程式が出てくるわけです。で、この大方程式そのものは、水平エクスプリシットの場合は1次元の大方程式なので簡単に書き出しを解けるんですが、この方程式を境界条件を与えて解いた場合に、結局大方程式から解ける、解というのは、境界条件の内側だけなんですね。で、ところがその上部と下部の境界条件にこの項もあるために、本当はこの中で決められない気圧の項がその境界条件の外側にあって、その内装でここの気圧を決めないといけない。で、それがどうも問題になっているということに気がつきました。それで、まあ、その気圧で浮力を見積もることはまずいということで、とにかく温位接続で見積もることによって気圧の接続が出てくるということで、やっぱりその3つの接続から直接浮力を計算するように戻しました。で、ただもちろんこのまま、気圧だけをインクリして扱っても、浮力をそのものが気圧接続の式を含んで何点には動かないです。で、まあ、一応HIVI で、やっているようなことを、HBI にも、導入してですね、とにかく浮力は、2つの接続を直接、求める。で、その代わりに、まあまあ、こういうような方法を両方につけてですね、で、これをやることによって、まあ、実際にはこの方とこの方がキャンセルするので、その状況界条件と環境界条件の問題が、接浮力は気圧から求めない、気圧で求めないで、密度接続で求めるでも今できないということになります。で、まあ、それで直したものが、
地表面はいいだろうと思って、海辺の大衆のみリンクしてしまってですね、で最下層をやっぱりリンクしてしなければいけないんだと思うので、まあ急ぎ、ここをとにかく運搬をしてほしいと、するようにということで、遠藤さんにお願いして、まあ、延長拡散の半分にリンクしてしまった。あと、まあ、これは何が何でもしなければいけなかったかどうかは分かりませんけれども、質量保存式に水蒸気拡散を考慮するようにしました。で、それはなぜかというと、この NHM の場合、密度を、観測空気と水蒸気といずれにまで定義しています。それは浮力を密度の偏差から直接求めています。で、そうするとですね、モデルの中で雨が降って水蒸気が減っていくとですね、1ミリ雨が降ると 0.1 ミリ発火の質量損失。でそれを補正するために、側面境界の出力ラックスを調節するようにしてたわけですが、これをやっているとですね、まあ、領域が広くなるほど調整量がもしかしたら大きくなる、まあ、大した量ではないんですが、そういう気持ち悪い点があるということで、連続式そのものにも、水蒸気拡散を考慮して、それで、海面フラックス、海面から水蒸気フラックスと降水量の差だけで、質量のフラックス調整が済むようにしました。で、これによって、まあ、こういうような考慮によって、まあ、それまで、当時の MSA に比べて、バイアスが、例えばこれは、500ヘクトパスカルの高度のバイアス、かなり大きかったんですけども、ずっと小さくなって、それまでの濃度のレベルも、強い濃度が出せるように。で、あとはですね、まあ、他にもいろいろあったんですけど、まあ、これ一つ、高子スケールの海流という問題が、2004年の年が明けたものだと、残ってたんですけども、ちょうど2003年の11月に、WGA の国際会議があって、英国気象局が、液体水蒸気拡散というのを入れたという情報を得てですね、まあ、それを、12月に公表して、まあ、石田さん、協力メンバーにしました。で、まあ、これによって、まあ、投資スケールの、まあ、これは強い海流があることに、まあ、強制的に水蒸気がたくさん起こっているかと思いますが、まあ、強い上昇流が、選択的に抑制されるようになりました。これは当時、RSM の方で小さな低気圧が変わった設計を見られたんですが、そちらにも貢献することができました。で、まあ、2004年の3月に、試験運用を開始しました。で、まあ、それまでの、MSM に比べて、まあ、ある程度強い降水の予測精度に関してははっきりという結果を得ることができるようになりました。あと、まあ、班長時代に中村さんとやったことで、天気モデル開発プロジェクトというのは、これもいろいろあったんですけど、ちょっと注目しました。あと、まあ、私が通常から離れた後、通常からのグループが非常にたくさんのところに応援チームを加えてくれました。で、これはメソモデルの降水のスレッドスコアです。でここで非正規モデルを入れたことによって、まあ、順位のスコアが、ちょっと上がったんですけども、その後もいろいろな日本での改良、データの改良によって、精度ができています。で、まあ、それが例えば降水短時間予報にどういうふうに制度を公開したというと、まあ2002年の、当時はですね、保外をしてもですね、持続予報の4時間のモデルによって、保外のは6時間先よりモデルでいい。で、ちょっと強い雨も持続予報がずっとモデルがいいという状況だったんですけども、まあ、10年後にはですね、モデルが、3時間予報で持続予報で5時間の補正を上回るので、で、まあ、ただですね、強い雨に関しては現在でも毎日しても、モデルをやあまり改善しないという状況があると思います。まあ、あとは2010年から局地モデルの試験運用も、始まって、2012年8月から公務員、2013年5月から領域拡張されています。あと、まあ、今年の1月からですね、NHM の試算を受け
開発を行いました。でこれは今年の3月から始まった気象庁での防災サンの実験運用にも貢献していると思います。それから米田先生がから声をかけていただいて、東南アジア気象災害という国際共同研究というのも、やりました。まあ、これはこの中で、いくつか特に東南アジアの気象災害に関するシミュレーションを、外国の方も含めていろいろやりました。これは瀬戸さんによる、分配豪雨の、シミュレーションの絵です。あとこちらはさっき庄司さんから話がありましたけど、ナルギスの、シミュレーションと、高潮のシミュレーションにしたものの絵です。であともう一つ、保険費を、その後基盤へもう一回、あと5年になりました。でこちらは局地豪雨を中心に雲海道の4日後でアンサンブルを開発しましょうということで、ありました。まあ、これも、高橋さんの例ですけれども、ニクラライダーを使って、スイッチモデルで、スキランプを作りました。さっきの練馬豪雨や、ここにはないですけど、杉並豪雨の例なんかを含めて、私は昔やったのはどんなやつだったんですけど、多分高橋さんがやった進行というのは、世界で初めて、こういう、雲海道のデータとかで深い点を再現できたという話だと思います。あとは、今やっていることとして、経口のデータを使うプロジェクト、HPC や戦略というものがあります。まあ、こういう3つのテーマに沿って、集中豪雨の予測実施というのがあるので、これについては、このプロジェクトのホームページに、いくつか結果を載せてあります。まあ、ちょっと今日は時間がないので、また、ね、詳しく話す時間があれば紹介したいと思います。まあ、ここに行っていただければ、いろいろ面白いものがあるかと思います。で、まあ、小倉先生が2009年の天気にですね、とにかくリードタイムを持った集中豪雨の出現確率をきちんと予測できるようにすることが、防災のためにとても大事だということを書かれています。でまあ、これについてなんとか、貢献できるようにということで、気象研究所の研究や、先ほどの戦略プログラムなどもやっています。まあ、まだ、目標に完全に到達しているわけではないので、これは、今始まるツアーのコスト計重点課題に引き継がれていると思います。まあ、最後に、WMO の、福島第一原発事故に関する気象管理した地域と、いうものにもさ、ちょっと首を突っ込みました。これは私がやりたかったわけじゃないんですが、WMO の要請に基づいて気象庁に協力するということで、まあ、メンバーになって、科学研究のシンボリさんも協力を得て、有核酸実験などでありました。これは気象庁の、まあ、副産物ですけども、後輩要請業務の改善などにも貢献しました。ちょうど技術をこれを投稿しています。でまあ、最初に申し上げましたように、私一人でやったことではなくて、まあ、グループで、いろいろ開発や、原料化研究をやってきました。で、まあ、特